まだ焼肉屋には移動してないです、ね、あ、しないですか。あ、そうなんだ。叫んじゃいましたけど、叫んで、ここからまあ第2話が始まります。え、本当ですか。もう1話ぐらい撮れるから。あ、そうなんだ。時間は迫ってます。終わると思ってた。あの、なんか横川選手を僕見てるとね、はい、なんていうかな、筋肉が本当にこう筋質がいい。おー、うん、はい、すごいやっぱり柔らかくてふわふわしてて、はい、あ、はいはい、っていうか、これはなんか別に自分で生まれつきですよね。どうもできないですもんね。生まれつきですよね。生まれつきっすよね、多分、うん、どうもなん、最初からそうだったような気がします。趣味で始めした時から。でも、あの、こういう筋質の人って、あの、まあ、僕の周りでいうと例えば須山選手、須山さんですよね、それから鈴木選手なんかも、はい、なんか似たような筋質なんですけど、はい、みんなフレームがちっちゃいですよね。そうですね、やっぱ関節がちっちゃいですね、ちっちゃいですね、細いというか、うん、ごっつい人ってこうならないですね。ならないですね、何なんですかね。もともと華奢でこうって感じの、なんかごっつい人はもうガチッ、うん、ガチッってなりますね、みたいな。なんかそこが本当にすごいなと思いますね。何なんですかね。ケアってしてるんですか、普段。ケア全くしてないです。何やるんですか、こう疲れたら。寝るっす。寝るっす。やっぱ寝るって大事ですよね。寝るだけっす。食って寝る。食って寝る。睡眠どんくらい取るんですか。もう寝れるだけ寝る。もう起きたくなったら起きるって感じです。でも寝たくなったら寝て、起きたくなったら。いや、僕がね、あの、まあ29歳から日本選手権出て、はい、ずっと11位に落ちて、はい、でここ上がってきたじゃないですか。これまさに寝れるようになったからなんですよ。ああ、時間が取れるようになった。そうなんですよ。寝れる時間がしっかり取れるようになって、明らかに体がもうこの40な、はい、半ばのこのトレーニング30年やってるおっさんがさらに伸びるんですよ。だからやっぱりね、やっぱ大事なんです。すごいいいと思います、寝れるっていうのは。やっぱね、ではそこ重要ですよね、うん、やっぱ寝れてない時と寝れてる時、体の感じでやっぱ全然違うし、なんか俺もその2019年はその仕事とかも全部やめて借金して生活してた。その勝つためだけにやってたんで、なんか本当トレーニングしかしてないんですよ。いっぱい寝て起きてトレーニング元気よくやって、で帰ってもう家でずっとだらーっとして、眠くなったら寝て、次の日また起きたくなったら起きるみたいなのやってたんで、だからやっぱもう本当に筋肥大するための生活をしてたって感じですよね。まあでもね、そういう生活できるできないっていうのはさておいて、でもやっぱりそう考えると、まあ、僕も経験でもそうですけど、やっぱりしっかりトレーニングしたら食べたら寝れるっていうのはやっぱり一番いいですよね、はい、めっちゃ重要だと思います。だからやっぱりしっかりトレーニングしてると寝る時間とかが少ないとやっぱり成長には絶対影響あるなと思いますね。僕はトレーニングはずっとしっかりやってたんですよ、はい、で何が変わったかちょっとやっぱ 寝る時間だけなんで、仕事はそうですね、仕事の寝れる時間だけなんで、そこはやっぱりだいぶやっぱり影響あるな。しかも肉体労働だったじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、そこもありますね。それもありますよね、うん、それも体動かさなくなったのと寝れるようになったっていうところでね。トレーニング以外でどんだけ体休められるかみたいな、ね、なんか筋肥大したい人は仕事を辞めてください。仕事を辞めることをお勧めします。だからトレーニングレベルは僕の場合はそれは上がってないんですけど、はい、あの一緒なんですけど、だから要は寝れるか動かない、ね、あ、はい、っていうところなんで、やっぱり絶対それはいいですね。確かに確かに確かに、ね、動かないようにしてください、仕事中とかもできるだけ。もうなんかこっちここ行ってとか言われて、お前が行けって。お前がやれ、それが嫌だったらやめてください。やめれば筋肉でかくなりますよ。さあどっち取る。ねえ、賭けですけど、ね、賭け。あの、消費者金融なら俺が紹介します。今なんか障害キャンペーンやってるんで。なんで金利が安くなるの、紹介すると。あ、なんか僕に5000円ぐらいキャッシュバック紹介すると。ぜひ僕にご連絡を。まあ横川選手借金有名ですけどね、はい、もうでもね、もう返せるじゃないですか。いや、そこが問題で、やっぱ使っちゃうんですか。その多分入ってる額は別にまあ普通か、ああ、ね、もうちょっとあるかなぐらいなんですけど、やっぱ使うんですよ、めちゃくちゃに、はちゃめちゃな使い方するんで、ああ、入ったって使ったらそれなくなるじゃないですか。まあ、そうですね。そういう感じで僕は借金をしてますね。いろんな人に奢っちゃうし。まあ奢るのはね、悪いことではないですけどね。めちゃくちゃ奢ったり、後輩とか思ったりね、もういろんなことするんですね。ああ、まあいい先輩なんですね。そこなんですよ、問題は。今はもうなんかこう一年中結構絞れてる感じですけど、はい、まあ、昔みたいにお菓子とか食べてない。あ、でも食べたい時食べます、うん、食べるけど毎日は食べない、はい、でも外食とかもするんですけど、うん、まあ、基本その3食同じものしか食べないんで。何食べるんですか今。卵と納豆、あと肉だけ、うん、なんで、いや牛肉です今、うん、なんで週に1回の
一食を外食したって別に変わんないじゃないですか。でそれでずっと来てる感じです今。でお菓子とかも、まあ、週1ぐらいで、あ、はい、もう食べたくなったら何か食べたりとかしますけど、うん、普通に食事すぐ次の日から戻したら2日ぐらい経てば、やっぱりあれですか、こうまあこうタレント的なとこで体をいつでも見せれるように、まあ、それはでかいですね、うん、やっぱり太って出るわけにいかんなって、まあ、それがもうなんか今習慣になって当たり前、そうですね、そんなに辛くない、そんな感じです、もう当たり前って感じです。今何キロぐらいですか。今多分80ないぐらいだと思います。ないですね。78、79、78ぐらいですかね。コンテストコンディションのちょっと乗ってるぐらい。あと、うん、1ヶ月ぐらいあれば全然いつでも出れると思うんで。すごいですね。そうだからなんか予定があれば今年でもね出れれば何かしらいいかなと思うんですけど。まあ去年か。まあ、相澤選手チャンピオンになって、はいはい、まあ、その大会の前に、はい。会った時に、はい、あの僕の最年少記録の更新をされたくないから、はい、ね、はいはい、僕にね、はい、阻止してくださいねって言って、ね、言いましたよね。まあ、僕は阻止はできなかったけど、でもやっぱりあの客席で横川君が僕の方ずっと見て、はい、いろいろ、ね、目でこう、はい、いいといいやってやってくれたのすごい僕はあの勇気づけられて、やってましたね。そう、審査員さんの横ぐらいにいて、ね、木澤さんめちゃくちゃ良かったんで。一番低いよってずっとドゥーってやってた。すごい、それがあの僕ポーズ取りながら見ててね、もう余裕があるんでね、別にその辺見れる、あのすごい嬉しかったですね。まあ、あのどうですか、こう大会出たくなります、やっぱり。いや、やっぱ見るとなりますね、うん、でもう一回出たいなみたいなありますよね。まだこう自分の中で決めてることはないですか。なんか薄々僕は なんとなく感じてるんですけど。何がですか、大会ですか。なんか次の動きをしようかと。あ、次か。次の動きというか、なんかまあぶっちゃけてしまえばもう戻ってくるとか。ああ、そういうことですね、大会のことですね、うん、いやー、どうしようかなって思ってます。すごく、うん、タイミングもあるしなみたいな。まあ、やっぱりあえて日本選手権見るとまた日本選手権出たくなるんですけど、多分日本選手権出るとなると、うん、絶対負けたくないんで、うん、そんなムカつくことになりたくないんで、うん、負けるなんてムカつくんで、うん、だったら多分仕事も全部辞めるし、うん、そうなんだ。僕もう絶対に負けないように、もうまた前の借金しながら、うん、トレーニングだけの生活に戻って全開でいくと思うんで、だから、まあ1年ぐらいかけてまた、はい、そのってなると本当にトレーニング以外の全てを、ま、一回もう捨ててそうなんだ、ね、っていう、多分性格的に絶対そうなるんで、だからそこは今ちょっとどうしようかなっていう感じはありますよね。やっぱ今テレビのお仕事もものすごい楽しいし、なんでまあどうしようかなみたいな、ね、っていうのもあります。あとクラシックミュージックやってみてえなって時もありますけどね。だからクラシックミュージック今年出るか。マッスルゲート、マッスルゲート愛知マッスルゲート愛知、クラシックでクラシックミュージック行くか。まあ、そういうあれもあるんだね。まあでも本当はまあやるとしたら、うん、日本選手権戻るとしたらもう全部捨てて、生活全部かけていくって感じで、はい、やりますね、また、っていう感じですね。まあ今後どうですか、こうやっぱりタレントとしてやっていく中で、あの、まあ最初に僕が言いましたけど、横川君ならではのこの、うん、このボディービルの、はい、こう広め方っていうのあると思うんですけど、はい、なんか夢とかありますか。夢ですか。夢というかこう、うん、こうしたいなとか。こうしたいか。やっぱこうボディビルは広めたいですよね。まあありますね。でもやっぱ多分なんて言うんだろうな、なんて言えばいいんですかね。例えばやっぱボディビルって他のスポーツよりやっぱマイナーじゃないですか、うん、どうしても、うん、だからなんて言えばいいんですかね。だから最初から、俺ボディビルのチャンピオンですみたいな感じは絶対無理じゃないですか、うん、例えばサッカーの日本代表とかだったら、うん、みんなからうわすげえってなってテレビ出ますけど、うん、ボディービルだって絶対そうじゃないんで、うん、っていうのはもう分かってるし、うん、普通に一般の人の考えからしたら、うん、絶対そうじゃないから、うん、まあ、まあ俺がまあこんな感じでまあね普段の好き勝手喋ってテレビとか喋ってますけど、まあそれでもボディービルダーがそこの画面の中にいるってだけ僕は違うと思ってるんで、うん、見ることないじゃないですか、うん、普段ボディービルダーの方を、うん、だから YouTube とかで検索する人なんてボディービル本当に好きな人しかいないし、うん、そうじゃなくて
お子さんとか、うん、そのね、うん、そうだね、とかもう見るのってやっぱ、うん、テレビだと絶対見るんで、うん、でやっぱね、お子さんとかその親御さんとかに声かけられることすごく多くなったし、うん、いっぱいファンレターとか、そのね、ほんと3歳とか2歳ぐらいの子が俺の動画見てポージング撮ってる動画とかすごく送られてきたりとかして、やっぱそれって俺がこんなキャラだろうがなんだろうがテレビに俺がいるからこそ知るわけじゃないですか。でそっからいろんなボディービルダーの人とか知ってくれれば僕はいいし、別に俺に憧れなくていいんで、他の選手とかかっこいい選手いっぱいいるから、フィジークでもそうですしっていう風な思いはありますよね。だから出なきゃ何も意味ないじゃないですか、うん、別になんかカッコつけて出てたってそんな風に一般の人からは思われてないんで、この競技は、うん、そこは広まった後にそこは変えればいいんじゃないかなとは思います。いや泣けますね真面目に喋っちゃったら発狂しようかなだからまあこうボディビルダーとしてこうなんか結局探されて横川直太が知るんじゃなくて、はい、自然のこのね、そうですね、なんか生活の中にはこういう人がいるんだっていうところで今広がってる、はいはい、そうです。そこがもうそこの入り口になれればいいかなみたいな、そこがテレビであるわけでね、そう思ってますね。だからそのね、そのボディービルダーってやっぱ俺らすげえんだぞって多分ボディービルダーの方は思ってると思うんですよ、まあ、まあやってることはね、やってることはすごいですけどやっぱりそこはもう一般の人からの考え方とはもう全く逆なのはもう薄々分かってるはずなんですけど、やっぱねやってることは厳しいんでそう思いたくなると思うんですけど、そういう風に考えなきゃいつまでたっても広めたい広めたいってたって、そんななんかね俺らすげえぞみたいな感じだったらもう無理だと思うんで、っていう風には思ってます僕は。さすがですね、素晴らしいですね。めちゃくちゃいいこと言ったな、発狂しようマジで、下ネタ言おうかな全てを台無しに、台無しにまあ、なるほどね、すごいいい話聞きました、ありがとうございます。